これはフェイスリフトの動画に対するコメントで、リフト前にヒアルロン酸はやっても大丈夫ですかという質問をいただきました。結論から言いますとですね、リフト前にヒアルロン酸をやっても大丈夫です。ただしフェイスリフトで触らない場所が好ましいです。フェイスリフトというのはですね、こう耳の前を切開して皮下の層を剥がしてですね、でスマスの下を剥がして引っ張る手術になりますので、このあたりのですね、剥がす範囲の皮下とスマスの下は入れない方がいいです。剥がすときにですね、ヒアルロン酸が出てくるとやっぱりちょっと手術やりづらくなってしまいます。そのヒアルロン酸が人工物ですから、そこにバイ菌がついて術後感染のリスクも高くなると思いますので、基本的にはですね、剥離する範囲にヒアルロン酸を入れるべきではありません。ではどこに入れたらいいかというと、体、こめかみ、あとはその中眼面と呼ばれるですね、目の下とか、このゴルゴ線とか、ほうれい線とか、あとは顎ですね。顎の真ん中は、剥がさないので、ここは入れてもいいと思います。なので、私のフェイスリフトの場合は、この、頬から顎下にかけて、このネックリフトになりますけども、このあたりは注入しないようにしてください。で、もっと深い層ですね、剥がす範囲でも、例えば、その骨膜上とかですね、そういった深い層に入れるのであれば、問題はありません。フェイスリフト前にヒアルロン酸注入を検討している方、ぜひ参考にしてください。